5人入ってきた、クロスが入る、カニこぼれて林のシュート、ミートルガブリエル、さあ中央上田と右足、その後林だ、星野からのクロスボール、こぼれたボールを押し込みました。立ち上がりわずか1分、先制点はガイナン、スルーパスだ、林へ、キーパー出られない、林、山田が抑えました。さあこれチャンスになるか、こぼれたボール、ゴールは空っぽだ、右に外れました。中島です、入れ替わって林のシュート、左ファーストシュート、まだある、さあ奪った、三沢中に入った、林シュート、田尻がいる、止めた、どうだ、で三沢縦を使った、上里入ってきてクロス上げた、ヘディングだ、どうだ、追い込んだ、決まった、はい、福村上げてゴール前ヘディング、決まりました。林とフェルナンジーノが待っている、中へのクロス、これはまだこぼれている、ヘディングシュート、これはワッティーノが動き出した。さあマイナスのボール、林後ろ、フェルナンジーノシュート、枠の右、中央飛び込んできてセカンドボール、林先制しました。3人出場した中で11人、さあここは裏へのボール、林が抜けている、中にはフェルナンジーニョ、林がマイナスのクス、フェルナンジーニョ、今三沢も待ってます、右足、林落として左足、した三沢先生、裏へのボール、林前を向いて、林が狙ってきた、エリアのパス、右サイド、上里クロスが上がってくる、フリック使ってくる、福村速いボール中に入ってダイレクト、ただここは縦パス、裏に抜けてくる、切り返して三沢、もう一本前線にロングボール、林が抜けていく、ここもキーパーと1対1になる、三輪が戻る、林ターンをして、林シュートを打ち切れない、戻して井上、ディフェンスライン聞いてみますと、さあチャンスになる、林受けられるか、さあ三沢が抜き出した、ゴールキーパーと1対1になるか、シュート、ゴールキーパー正面、鈴木純也ブロックできない、あーっとポストに当たる、交代カードが用意されていますが、胸でコントロール林、あさあ林前に行く、林の右足シュート、アウトのシュートです。これは林、そして三沢仕掛けてダイレクト、さあゴールキーパーと1対1、林のシュート決まりました、先制ゴールは鳥取、だと仕掛ける上松、中には3枚、低いクロス、さあゴール前、林惜しいシュートでした、思わず、さあ縦に送る林、触れればチャンス、仕掛ける、縦空いている、左足、林のシュートが入りました。あしかしもう一度鳥取のボール、前線に送って林シュート、走らせていく大里、スピードがある、さあボールをキープして、林もスタンバイしている、林ポスト、カニをスルーして、林、ビートル、ガブリエル、2人の選手が上がっていく、さあ林、そして鈴木がいる、鈴木がボールを要求する、ここは林仕掛けていく、クロスが入るが、これは手に当たったか、福村から、さあまた入っていった、林のシュートはクロスバー、非常からフィード、林が仕掛けるか、さあ前を向いた、中には逆サイドには三沢が待っている、マイナスのボール、シュート、ここで上がってきて得点を狙いに行きます、さあ中シュート決まった、13番の林、さあ奪った、福村奪いました、スルーパスが出る、林、これはキーパー吉田俊、まだあるか、林が近くにサポート、さあ鈴木のシュートだー、クロスバーの上です、ゴールに向かっていこうという指示です。さあ鳥取チャンスを迎える、クロスボール林、ここで鳥取が先制、ここでフェルナンジーニョワンタッチで林、一気に裏抜け出そうかという林、さあ林左足のシュート決まりました、追加点鳥取、小林から最後林反転してシュート、土井しっかりと
ボールを突きません。さあ林、ショット受けて、林、左足あるか、一度出す、わざと、クリア上げて、シュートはカニ。